Alright. Let's continue. Hold on. Can I edit troopers? Oh shit, I can. Oh, I can. I actually can. Oh, I get it. So for each style, we have troopers. Okay. Okay. All right, let's get going. Exactly, do we need to go? Okay, so not much. We just need to go straight. All right, let's be an asshole tonight. Talk about a celebration. We got some drunk dude. Let's bump into this motherfucker. Timber! We got the Kashi Bantu. いらっしゃいませ. また今度. I see. Gotta send some stuff to the Yokan. いらっしゃいませ。 Okay, you got nothing. ほんならまた。
Alright, here we are at the Senshin Sengumi Barracks. いいな。この件は必ず俺ら並ばん隊で片付けるぞ。そうすりゃあれだけの賞金だ。金でも女でも好きにできるぜ。タニ、何かあったのか。あ？斎藤か。てめえには関係ねえ。おい、行くぞ。何だってんだ。斎藤だったな。あんたは六番隊隊長の井上だ。実は人斬り伊蔵が出た。人斬り伊蔵？まさか岡田伊蔵か。そうだ、土佐勤王党の大物岡田伊蔵。奴はこれまで幕府方の人間を何人も斬っている。新選組はずっと奴を追っている。 Oh, we're going after our Tosa loyalist. Takachi is not gonna like that. その伊蔵が今日鴨川のほとりでうちの大使を斬ったんだが、監察の山崎がその行方を突き止めた。どうした？いや、何でもない。何でもないって顔には見えんがな。一応伊蔵は生け捕りにするよう奉行所から達しが出ている。だが今現場に向かっているのは谷と鈴木の隊。あいつらのことだ。まずその場で殺すだろうな。伊蔵は落外の賭場にいる。お前も来い。相手は伊蔵だ。準備を怠るな。I fought Izo several times, broski. やるしかねえのか。I should probably get going. Go. Oh, is this the first? きたのか。てめえも賞金狙いってわけだ。私が呼んだ。この戦力では心もとないからな。ああ無用の六番隊長が何抜かしとんねん。てめえなんざ足手まといにしかならんやろが。
お前らの足を引っ張る気はない。ジジイは引っ込んでろ言うとんねん。サイド、お前もや。This guy drunk? うるせえな、鈴木。お前の出る幕もねえんだよ。伊豆を取んのは俺だけだ。タニ、てめえ。え？なんだあれ。おい、あれ新選組じゃ。はい。おい、まだ来るぞ。新選組や。どけ。くそ、なめんじゃねえ。All right. That takes care of that. のやつ我々も行くぞ。ああ見つけたぜ。観念したのか。Mads encapsulated. And now he's dead. Uso yaro. Tani ga koma asari. Kusso! Tani o yajima da no. Uwasa doori taishita ude ya. Se yakedo, koitsu no mae ja ken no ude nante kankei nai yaro.余裕かましとるんやないぞ。He's done. Jesus Christ. Izo against the Tenen Rishin. God damn.谷三十郎に鈴木三木三郎。新選組の隊長も所詮はこの程度。ふん。最強の戦闘集団などと聞いて呆れる。今日は大収穫だ。新選組の隊長を四人も始末できるんだからな。I think Izo just took care of our work for us. こいつは俺がやる。バカを言うな。同時に攻めるぞ。奴はこういう状況に相当慣れてる。それにあんたは年だ。伊蔵の動きにはさすがについていけないだろう。あいつ相手にあんたをかばいながら戦う余裕はない。俺にやらせてくれ、頼む。いいだろう。いいんですか、お一人で。手柄は独り占めしたいんでな。なるほど。では今のあなたは新選組の斎藤はじめであると。ああ、そういうことだ。これは願ってもない。新選組の隊長であれば私も切らざるを得ません。竹地先生にもご理解いただけるでしょう。今日は思い切りやれる。来い。Izo! Okay, this time Izo doesn't have his minions to help him. ここ
こがあなたの墓場です。Wow. Okay. All right, there we go. Quick time events, let's go. I gotta regenerate after that. Okay, come on closer, Izo. This is our finisher. That was a good ending. Too bad it had to be directed towards Izo, of all people. It's kind of sick, not gonna lie. But at least I had a proper one-on-one battle with the guy. Because the first two times, this little bitch was bringing in his cronies. While saying he was like the best swordsman. ご講義用心を手にかけた所業の数々。この道資材は免れん。待て。どういうつもりだ。それはこっちのセリフだ。伊蔵は殺さずに捕らえるんじゃなかったのか。鈴木に谷。隊長が二人もやられている。この場で切らねば新選組の古剣に関わる。こいつにはもう抵抗する力はない。ここで切ればまた町で身風呂と陰口を叩かれる。町の人間に反感を買えばこの先新選組は動きが取りづらくなるぞ。ふん。お前にしては随分もっともらしいことを言うじゃないか。そんなにこの男を殺したくないか。
なんだ。京都奉行所である。控え。奉行所。岡田伊蔵はここだ。この新選組三番隊隊長斎藤はじめが捕らえた。大木殿下、ご苦労であった。引っ立てい。Okay, at least Izo lives. あんたがあらかじめ役人を呼んでたんだな。そうだ。つまりあんたは花から伊蔵を殺すつもりがなかった。ふん、当然だろう。岡田は殺さず捕らえよという指令だ。それじゃあなんで殺すふりなんてしたんだ。斎藤はじめという男がどんな考えの持ち主なのか知りたくてな。谷や鈴木のような輩をこれ以上増やしたくはない。俺を試したのか。悪く思わないでくれ。それより伊蔵とは随分親しげに話していたじゃないか。そんなことはない。もしもの話、新選組幹部が金の塔の殺し屋と通じていたとなればことだな。想像するのはあんたの勝手だ。まあいい。ところで伊蔵がこれからどこへ連れて行かれるのか知ってるか。何の話だ。今日の牢屋だろ。いいや、土佐だ。土佐だと。土佐藩大殿山内陽動校から手回しがあったらしい。岡田伊蔵は生かしたまま土佐へ送られる。何のために伊蔵を土佐へ。さあな、詳しい話は分からん。だが山内陽道は土佐勤王党を潰すつもりなんだ。なんだと。なぜそんなこと。土佐勤王党は竹地半平太という男に牛耳られていてな。最近まで陽道党が江戸にいたのに藩を思い通りに動かしていたらしい。竹地の指示で殺しを続けていた伊蔵は陽動校にとって勤王党を弾圧する材料になる。つまりこの先土佐で伊蔵を待っているのは想像を絶する拷問だ。それじゃ伊蔵がその拷問で竹地の名を吐けば陽動校は堂々と勤王党を潰せる。その名手である竹地は処刑される。伊蔵はここで殺されていた方が良かったのかもしれんな。土佐勤王党にとっても竹地半平太にとってもな。ああ、シェイト。それじゃ俺がしたことは。Damn, bro. I almost thought that. Yo, we just used a freaking swordsman style and all we got was a freaking training orb? Get the fuck out of here, bro. Alright, let's just update it. Alright. Let's save this here.All right. Oh, we have transportation.
Oh yeah, not gonna lie. I think we can actually get there by foot. Alright, let's go, let's go. Ah, jeez. That's done. And these bandits will just rough you up out of nowhere. Fucking crazy ass bitches. Hold on. I recognize the bridge. Couldn't I just take the bridge and tear it to you? I can do that. Wait, what's going on here? Is that guy Creek? Okay, that's not Creek, but definitely a foreigner, an Indian Jones looking ass type of dude. Ah, shit. This guy's like a black market weapons dealer. Good boy. Ha ha!
Yes. Eh? Yes. Ah. Yeah. No. Yes. Alright, looks like we got some gun training coming in. Oh, this is very useful. Great. 1,000 bullets and these guys still live. That's that taken care of. Got a Brawler orb.